皆さんやっハロー。無事生継続中、霊夢よ、おいっす。前回ひどい不正を見たマリサだぜ。白い花園を脱出するとこからスタートよ。はい、無犠牲。いや、リセットしてたからだろ。それじゃあ今回は地上でいろいろやって城を増やしていこうと思うわ。それにマリサがちょろいって言ってたクイーンチャッピーに挑んでもらおうかな。ああ、そんなこと言ったな。まあ余裕で勝てると思うが、そんなことに時間使っていいのか。まあそのついでに紫も増やせればいいなと思ってるから問題ないわ。そういえば前回の終わりにバグ技がなんとかって言ってたが紹介しないのか。そんな大々的にやるほど見栄えがあるわけじゃないから、城を目的地まで連れて行ったら紹介するわね。城たちにはここの壁をお願いしておくわ。それじゃあちょっとしたバグの紹介よ。内容としてはこの高台に登るっていうものなんだけど、前回洞窟で手に入れた快眠アシスタントで寝るとアイテム判定になってキクミンたちが運んでくれるようになるの。それを決まった位置で寝て運ばせると、なぜかキクミンが高台を登るっていう内容よ。まあこんな感じね。ほう、確かにすごいんだけど、なんか地味だな。この程度じゃそんなに恩恵がないかも。だけど頑張ればこのまま青ピクミンの回収にも行けるわよ。それはえげつないな。ただ難易度が尋常じゃなくてできる気しないから今回はお話だけね。それじゃあオリマーがルイの元に着くまでカットだぜ。っていうか今回これやったが何か意味があったのか。いや、ただの小ネタとして紹介しただけよ。大幅なショートカットになるわけでもないけど、この先のお宝が回収できるからやってみたわ。言うてそんなの後で取ればいいんだけどね。あと通常プレイだったらこれも回収できるわね。これなんだ。これは激似がスプレーの元になる木の実よ。今回はスプレー禁止だから回収できないんだけどね。まあ正直な話、通常プレイだったら間違いなく一番の壊れアイテムだよな。無犠牲縛りにとってはここまで救いになるアイテムはないと思うわ。それじゃあお宝回収までカットだぜ。ねえねえ、ウンダネシストーン。サイコロの位置が赤いのは日本特有らしいわ。もともと全部黒だったけど位置だけ赤にしたら爆発的に売れたらしいぜ。それじゃあ進展があるまでカット。無事に壁の破壊が終わったし、けだものの穴に行きましょうか。よし、じゃあ頑張っていくぜ。それじゃあボスまでカット。余裕とか言ってたけど柵なんてあるの？柵も何も、こんな奴一斉に腹に攻撃すればいいだけだぜ。それじゃあ一斉にかかれよ。ってあれ、全然減ってないんだけど。いや大丈夫だ、お前たちならいける。あ、これは。はい、じゃあマリサの集体を晒したところで、ゲーム内の今日はまだやりたいことがあるので続けていくわよ。まさか全然攻撃が通らないとは。多分初めてやった人は大抵こうなってると思うから、そんな気にする必要はないと思うわよ。それじゃあさっき城で壊した壁の奥に行きましょうか。タイミング悪すぎる。オリマーさん、ルイさん、間もなく日が暮れます。ピクミンを隊列に集めてください。夜行性の原生生物が凶暴化して危険です。オニオンと私に乗せて上空へ避難します。いや、今現在凶暴な敵がいるんだけど。紫たち頑張れー。相変わらずひでえ倒し方だな。そんでどうしてここに来たかったんだ。ここに歩き橋をかけるためよ。なんとか時間内には収まりそうでよかったわ。このカウントダウン普通に怖いな。でも間に合うから大丈夫よ。あれ、一匹いなくね。え、マジか、それは非常にまずい。いた、早く合流しないと。いや、これ間に合うか。
危ねえ。マジで終わったかと思った。それじゃあ次の日までカット。白ピクミンは紫ピクミンと一緒に私の中に収容しています。どちらも喧嘩せず仲良く眠っていたようです。白ピクミンは私の前にある光のスポットに立ち英語呼び出せます。そういえば働きすぎには注意してくださいね。たまに早休むのも勇気ですよ。一日を終えるならスタートボタンで私と通信してレーダー画面からあるです。それじゃあ今日は昨日の橋を架けたところと城を増やしに行くって感じだな。うん、でもちょっと寄り道させてちょうだいな。寄り道ってどこに行くんだ？ほらお宝センサーが反応してるでしょ。だからお宝を回収しに行くのよ。と入ってもそれらしいものは見えないな。ふっふっふ、それでこの白ピクミンよ。お、確か城は地面に埋まってるやつも見えるんだったな。てなわけで回収はカットよ。ねえねえ、落差入りの球根。植物は小学校の時に朝顔を育ててたな。それじゃあ昨日橋を架けたところまでカットだぜ。おお、これは眠りの谷の地下で発見した物体によく似ています。ふむ、とするとこの物体からも新しい地域データが見つかるかもしれませんね。回収するのはカットで。ねえねえ、ジオグラフィックシステム。これにも内部にマイクロチップらしき機械が埋め込まれていました。またデータを吸い出してみますね。解読終了。やはり気象や磁場のデータが記録されていました。このデータを私の地理データベースにインプットしておきました。だ、さ、で、え、だと名付けておきます。これでまた新しい地域に行けるようになったんだな。そこで城が必要になるから今回は増やしたかったのよねー。それじゃあ城の花園のところまでカットだぜ。裏でやっといた壁が壊し終わったわね。ちなみにこの先は快眠アシスタントで不正した段差があるわ。ああ、正規ルートはこっちなんだな。ここを壊せばいけるから別にあのサイコロを無理に回収しても別にってところね。それじゃあ白い花が咲いているところまでカット。それじゃあここはせっかくだし葉っぱの子を後ろにしましょうか。もう普通に十字の上のテクニックは使っていくんだな。使い始めたら結構便利で案外体に染みついてるわ。あれなんで14匹なんだ。あーこれはこの前紫を増やした時と同じ方法を使ってあえて少なくしてるのよ。作れる数に制限があるからわざと1匹減らして多めに作るってやつだな。それじゃあ作り終わるまでカット。それじゃあ脱出しましょうか。これがドルフィンの言ってたお宝を捨てて地上に帰るってやつだな。正直な話、次のフロアに行く前にセーブされるからこれを使う前にリセットした方が利口だけどね。はい、地上に戻ってきたけど城を増やすからまた洞窟に戻るわよ。しかしその道中で。お、青ピクミンだ。追いかけてるのはオタマジャクシ、かな。お、野生の青いピクミンが水場で獲物を追いかけています。野生のピクミンを観察すると彼らの本来の生態がわかるかもしれませんね。おっと、このままでは無言でしまいそうです。さあ働きましょう。それじゃあ洞窟へ。ってあれ、花がない。そういえば上限は20匹って言ってなかったか。そんでさっき14匹作ったからもう出てこないんじゃ。はい、それじゃあ霊夢の集大を晒したところで今回はこの辺で終わりにするぜ。今回の動画はいかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくだぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。なんか
今回はあんまり話が進まなかったな。やっぱり洞窟行かないとこんな感じになっちゃうわね。だからって全部ダイジェストにするのも違うような気がするから今回みたいな感じになったわ。確かに吹っ飛ばしていくとわかんなくなっちゃうからしょうがないのかもな。でも次回は新しい地域行くんだから洞窟探検しないとな。私も洞窟には行きたいから頑張っていこうと思うわ。